金松坑堂は、一橋大学西キャンパスに存在する、ロマネスク様式の行動である。株式会社、金松商店から創業者、金松房次郎沖縄の遺訓に基づき寄贈を受け、伊藤中太の設計により1927年8月に創建された。2000年には、国の登録有形文化財に選ばれた。2003年4月から2004年3月にかけて、 本学卒業生等の募金により大改修が行われ、耐震、空調などの諸機能を備えた内装に変更となった。音楽ホールでの空調新設では、一般的に騒音に対して重装備になりがちであるが、演奏中は空調を止めるという割り切りを行い、オリジナルの内部空間デザインを損ねず、コストをかけすぎないような工夫がある。これは、ホール床が土間のため、 床下を活用した本格的な空調が困難であったことと、天井や外周壁を使った空調のためには、既存内装を大幅に回収する必要があることから、保存と機能強化のバランスを取った結果であり、関係者による適切な判断の結果と言える。外装については、この建物の特徴とも言うべき、ロンバルティアタイヤアーチ型の連続窓、 正面車輪窓を飾るマーキュリーなどオリジナルな仕上げを活かすことに重点を置いてリニューアルしてある。屋根の既存用瓦を活かした全面吹き替えとスクラッチタイル、テラコッタなどの白落防止対策、伊藤博士の設計した建物の特徴とも言うべき、様々なもののけの装飾の修復を忠実に行い、総建寺の外観が注意深く復元されている。改修前、この行動は、 座席の狭さや空調、音響、照明設備の陳腐化に対し、利用者からの不満も多く、利用も限られたものであったが、改修後は、講演会、演奏会などで利用されるように変貌を遂げた。ありがとうございます。